有田て平のプロレス話お前有田だろうーあうさあそれでは早速はい今回の質問を選ばせていただきましたこちらですプロレスと格闘技の違いって何ですか <laughs> す<い>結構踏み込んだすごい踏み込んでんな踏み込んでますね なあお前、愛者だろうまだは初心者の方なんですかね、もしかしたらプロレス見始めて、何が違うんですかみたいな、長年見てる人はなんとなくのあれがあるかもしれないけど、うんまあ、確かに、雷神と同じロープ張ったリングでやってて、うんまあ、上半身裸なのか、うん、そのいう方が戦ってるわけですから。うんうん レガースつけて蹴ったりする人もいるしタックルして倒したり関節技決めたりもするしまあそうですねどうちゃうのって思う人は最初いるかもしれないですね。そうねいやだこれだから福田に福田獲得好きでしょプロレスも勉強してるじゃ言ってみって言ったら福田なりの答えになるんだきっとね。だからこれルールブックみたいなのはないのでこれの違いが載ってる辞書がないじゃないですか。はい そうですね。だから、これはもう考え方になるんだけどね。まあ、うん、まあ、そうですね。うん、どこ、どう定義するかというか、だから。難しいですね。定義づけよね。これは考えるな。一応、これ新年一発目みたいです。<laughs> いや、一応 <laughs> 新年一発目。おとと気分で考えることじゃないでしょう。これ、<laughs> これ一応、あ <laughs> けましておめでとうございます。のテンションみたいです。 みんな正月休みで見たいかこれ <laughs> プロレスと格闘技の違いの考え方 <laughs> だから正月いやーやったーいい年迎えたなーっていよし YouTube 楽しみやなーっつってもっと信念なんだから一番かっこいいレスラー誰ですかとかダメです一番美人レスラーランキングベストセラールお願いしますとかダメですプロレスと格闘技の違いです信念一発目 <laughs> いや、こればっかりは、ね、<や>でも、うん、やしかもこれ一応ねこう配信するわけですよこの、はい、酒飲みながら俺らの中でさ噂話ガチャガチャ言ってるのと違うからね、はい、一応公に出すという意味もありますからね、はい、でいって僕は内部にいないので格闘技側のもで,、ね、でもブロス側でもだから、うん、なんか取材もできないしはい,、はい、いろんな人の意見を聞いてまとめてとかでもないですからね。そううあくまでも自分が見て、ねはい だからねまあうんだから格闘技格闘技と、はい、こっちプロレスという、はい、というこういう多分なんかこういう表があるんじゃないかなこういうなんかプロレスはえー、とだから多分特にやっぱりコロナを経て思ったことですけど、はいはい、特にという意味ですよ。えーとはい、やっぱり 観客ありきレスラーの方たちも含めてやっぱり同じ戦いとしてたとしてもやっぱりお客さんに見てもらいたいっていうことをお客さんを喜ばせたい感動させたいがなんかある戦いのような気がするのよ。はははいはいはい、はい、うんなんかねいやあの同じそれはじゃあ格闘技の選手だってあるからもちろんあるんだろうけど、うん、基本的には。うん プロレスラーはお客さんを喜ばしたい戦いお客さんを感動させようというそういう戦いこっちの方に行くほどね。ですった時に格闘技というのはやっぱり相手に勝ちたいとにかく勝負で勝ちたい何戦何勝の方にあの数字が欲しいだから極究極いや格闘技の人だって絶対見てもらいたいお客さん,お客さんありきのエンターテインメントだと思います。だけど 格闘技の人は極端な話この2人でタイトルマッチをやらなきゃいけないけどちょっと悪いけど道場で今回やるわお客さんが入れずにっつってもはい、はい、それからベルトは移動します、はい、ファイトマネーもちゃんと発生します、はい、だったらや,やれないことはないかもねノーピープルマッチじゃないけども巌流島巌流 <laughs> 島のようなことで <laughs> はい、はい、もちろんそっちに勝った方にちゃんと賞金も出ます。はい タイトルもま防衛もしますみたいな公表、はい、しましょう公表しなくてもみたいななんかできないことはないかもしれない<ー>本当に勝ちたいっていうでもプロレスはそれはもう無理な話だと思うんだよね勝敗より大事なものがあるんですかねプロレスの方がよりなるほどねよりこの勝ち負け<ー>自分が負けることよりも会場が盛り上がっている方がいいやとか 例えば分、うん、かんないですけど、うん、そういうその何に重きを置くかかっていううののが違,うかね違うのかもねだから要はお客さんも無視したようなダラダラ本当にこう逃げて逃げて逃げてみたいな試合をして、はい、最後に回転エビ型みたいなので、はい、勝ったっつったってその選手は喜んで帰らないような気がするねプロレスって。だって特に何もない 試合だだっったたららね分一本勝負とかしてやでもこっちは極端な話特になんか外国の選手なんて昔のプライドとかもそうだったけどなんか本当に「カチャイ」っていうのでつまんない膠着ねいわゆるずっとつけて塩漬けしてずっと後ろこうしがみついてって言って終わって勝ったっていう人もいましたから全然それでほんまに心の底から喜んでますから本当に喜んでる黒星つくことよりもおもんない試合で盛り上がらなかったことより勝ったこと それだけで勝利者賞で何かいくらもらったりとか、うん、トロフィーもらったりとかしてたもんね。うんうん、っていうだから究極ですよ別にそれが、うん、だから僕がそれをまあこれを考える、はい、一つの教科書のような皆さんにちょっと提供したいものがあるとするならばだ、はい、から僕の今意見を聞いていや俺はそうは思わないとか、はい、俺はそう思うっていう人いると思うんですけど、はい、そういう意味でこ,このちょうどこの違いのこの防護ダーなところ。 中間のここ。はい、ここに一つ強化した方あ,あるような気がするこれが僕が思うのはあのー、この高山対フライだと思います高山とオフライヤムエー勝負でしたねはい。この試合が俺ちょうどここにあるもう今までの僕が見る格闘技の中のもう一番の名勝負と言っても過言じゃないようなプロレスと 格闘技の,そのシーソーがちょうど、うん、ちょっといいバランスだったような気がするんですよねでもおっしゃることごなんか言いたいことわかりますかすごいわかります普通の MMA であの試合ないですないもんねこれでこうやり続けると絶対ないですし、はい、だからままあ、まあ本当は逆なんでしょうけどもその格闘技畑にいたドンフライって、はい、まあ高山選手はまあプロレスラー、はい、まあそれもどちらかというと格闘技よりのプロレスラーだったんですがこの試合を考えた時に、はい プロレスの経験者同士がやってんだから、はい、プロレスじゃんとは思わないんですよ、ねうんうん、やっぱプライドのリングのメインイベントでうん、うん、あれプロレスだよとは思わない、うん、でもあれはもうガチガチの獲得やったよなんてもう全く思わないこのお二人はうん、うん、お前、まあ、話しかもしれないこの,要はこの日の興行、まあ、急遽大代役なんですよねあれそうでしたっけ高山さんって代役なんですよあそうでしたっけ、はい、プロレスの試合をやってたところ ちょっと急遽出てくんないかの代役で出てた。しかも、その日の興行が。い。わゆる、こっちだったんですよ。だからもう、膠着膠着。楽しみにしてたあの試合、全然盛り上がらない。の時に、裏で二人で話し合ってはいないんです。いや、それは。それは絶対しない。それはせず、この大会、このプライドという団体自体が大丈夫かみたいな。の中で、この。 多分お互いが向き合った瞬間こうカーンってなった瞬間に感じたこのこっちお客さんも喜ばしたいでいて勝ちたいがちょうど間にあった殴るパンって避けることもできるけど、はい、お前が殴るんだったら俺も殴るんでひたすらただ殴り合ノーガードの殴りやる。で、どどんんん顔が、うんうん ぶわーっとこうお岩さんみたいになってく、はいく。それでも行く。倒れる離れる。もう一回やるあ。あそこ普通はもういのあるの状態になったりとかああタックルでなんとか殴り合いを下げようっていう、はい、ほんまこう男気同士がぶつかり合うと盛り上げるぞっていうのが見えて、うんうん、確かにあれプロレスと格闘技のほんまちょうどベストの融合、ね、いやそうだよね。<ー>いやっていうのはなんかなんじゃこのな別に。 それはあんなおかしいじゃん格闘技としてっていう,うん、うん、おかしいじゃんかだってなんで格闘技なのになんでよけないうん、うん、なんでガードしないんでっていうのって、うん、確かにと思うかもしれないけどリッでも別に格闘技ってさ勝っ、うん、ちゃいいわけでしょ、うん、そうです別に自分が倒れる前に相手倒しちゃうかい,いいわけだよね、はい、だから別にそれはルール的にもなんかその精神的にも全然問題なくて 今そっち殴ってる間向こう隙ができてるからこっちも殴ってるんだよっていうので言えば、うんうん、そう全然全然,、ね、全然大丈夫だよね何にもおかしなところはないですもんね、うん、それをできるだけダメージを少なく勝ちたいから避けるわけでボクサーだってね、はい、ボクサーだってやっぱ殴り合いすと時あるじゃないですかボクサーだって、うん、そ力石対矢吹城もだらーり戦法っていうわけであれは一応漫画なんであ, <laughs> あれは漫画か <laughs> あれ漫画なんでまあそのほらまあこ,この間の、うん 井上尚弥さんの試合でもこうやってこう,こうやって「お前来いよ」みたいなずっとこうじゃないっていうやっぱそういうのもあるから殴ってこないと意味がねえだろうみたいなそういう,そういうスピリットは絶対あるんですよね喧嘩じゃ喧嘩もそうでしょうけどもちろんそうですよね MMA のやっぱりこうガード固めてると負けはせんかもしれないけど勝てへんっていうそのだから打ってきた後のの隙狙うっていう。カウンターのね。 うん、とこですもんね高山ドンフライは確かにだからなんかそういう感じがしてならないというか、うんまあ、このところにいっぱいあると思うんだよこの辺のところにうん、うん、どっちも、まあ、桜庭対法律なんかもそうでしょうしうん、うん、那須川天心け武もそうですし、うん、そういう,うめっちゃくちゃお客さんも喜ん,喜んだというか、うん、お客さんものことを楽しませようという人が、うん、そっちもあったし、うん、か各地帯も。 まあ、桜対ホイスは桜庭が、うん、そうの気持ちは強いと思うのよ。ああまあもともとね、うん、それはもちろんね勝ちたいし、うん、なおかつお客さん盛り上げて、うん、でもホイス側はないような気がするのよねいないですねおそらくホイス側のもうどんな汚い手使おうがルールを変えようが勝ちたいの方だから、うん、こっち寄りだからこれはなんかある種ちょっとやっぱりお互いのそういうプランで、うん 勝ちたいだけのやつにどう仕掛けてもその盛り上がる感じにならないじゃないですかうまくこう自分のしゲームプランと会場の盛り上がりとかが同じぐらいの熱量のやつがやると奇跡的に面白いことになるのかも,、ね、なるんかもしれないですね俺がこう殴るからその後俺こう殴ってとかいうことを言ってるわけじゃなくて、うん、気持ちだけだもんね、うん、もう俺行くよ自分ぶたるともいいから行こうと思うっていうのを向こうも何となく感じて、うん、外国人同士なのに、うん そうしようかっていう感じで何か気づいたらやってたっていう。<laughs> うんうん、っていうことなんですかね。まあというのがこうちょうどこれを見ていただくとこれは格闘技のリングで行われてます。まあ何だったら勝った方にファイトマネーが多く出るシステムだったかもしれません<ー>それぐらいもうリアルに格闘技でした。うん、だけどプロレスお客さんをもう感動させたい二人のその気持ちがありました。それで戦ったらあのうん、うん あの語語りり継継ががる世界でてますからそれを見るともしかしたらこの線引き違いのちょうど間だよってこれちょうど間だよっていうのを見ればどっちよりいいみたいなそうですねでなおかつ自分の好きな感じが見えてきますもんねどこが好きかとそれやったらどの団体を中心に見るとかもう格闘技好きだったら格闘技の方に行けばいいしだからまあ本当にそういう意味ではまあ こ、この辺のとかはもしかしたら、小林大佐々木健介とか、かもしれないけどね。あまあ、そうですね、チョップの。うん、そうですね。まこの、もちろんプロレスですよ、うん、めちゃめちゃプロレスですけど、なんかもう。意地の張り合いというか、こう、あの、は、もうこのチョップでも、お互いのチョップだけでも。お前には負けたくないみたいな。うん、はあはあはあ、なんか、あったような気がするし。今、確かにそうですね。そうなってくると。うん 橋本小川はもうですよね。もうう完全に。だってお客さんを喜ばせよう一回あそこは放棄してますから橋本さんは最初それで言ったかもしれないけど、うん、お客さんが感動させてなんぼだみたいな気持ちはもうお互い途中からなくなりもう勝ちたいもなくなるでもちょっと勝ちたいもないもんなだから本当この辺かもしれないな。うんうん 難しいなあこういうのを見ながらあれはああだこうだっていうのが面白いかもしれない確かにそうですねあれどう思いますって確かに聞きたくなりますもんねその違いそれを楽しむのも面白いかもしれないですけどねだからこれは準プロレスこれは準格闘技なんて二極化じゃなくてよく言うじゃないですかそうそうじゃなくてこのちょうどここら辺じゃ俺はなんとなくちょうどど真ん中がこれだって俺は定義づけをさせていただきたいと思いますすごく納得ですねすごくそう思います チャンネル登録、高評価お願いします